迎えたこの日に、この良き日に多くの新入生をお迎えすることができましたことを大変嬉しく存じます。唯一戦争のなかった平成時代、それを引き継ぐ新しい令和の時代を迎えようとする記念すべき時に新入生諸君をお迎えできますことは、諸君にとっても記念すべき明るい年となりましたことを共に喜びたいと存じます。入学の喜びと同時に、本日の決意を忘れることなく、今この時から目標に向かって歩み出しましょう。新入生の皆様は、期待と不安を抱きながらも、新たな決意を胸に、この岡山商科大学の門をくぐられたことと思います。私から皆様にお伝えしたいことがあります。それは、大学生活を無計画に過ごしていると、あっという間に時間が流れ去ってしまうということです。大学生活を有意義なものにするためにも、何か夢中になれるものをぜひ見つけてほしいと思います。同時に目標に向かって共に頑張れるような仲間を作ってください。人と人との出会いがきっとかけがえのない財産となることでしょう。先生、岡山商科大学に入学いたしました。私たちは学則を守り、不定学に励み、学生としてその本分を尽くすことを誓います。右先生いたします。平成31年4月3日どうぞ。